さあ始まりました、バカリズムライブ番外編バカリズム案。今回、9回目にして一つだけ、変わったことがあるんですね。なんと初めて立ち位置が上手になったんですね。通っぽく見える新説、あくまでも通っぽさ重視なので、科学的根拠は度外視です、ね、通っぽさだけを味わってください。よろしいでしょうか。まずはこちら、鳥取は左端の飛び出た部分が一番住みやすいんだよ。あの先っちょが一番住みやすいんだよ。あの先っちょがね、苦くて住みやすいんだよ。まあ子供には分かんねえか、子供には苦いか。サポートメンバーが正式メンバーにならない理由を考えてみたいと思います。一体バンド側はサポートメンバーの正式メンバー入りをなぜそんなにも渋るのか、何が嫌なのか、その理由を勝手に考えてみたいと思います。一人だけ異世界の設定、これも大変ですよね。もう一人だけだから、もう毎回話し合わせるのが大変なんですよ。続いてこちら、いまだに親に当たりがきつい。まだそんな感じなんだみたいな、バンド始めた頃のテンションまだ保ってんだみたいな。こちら、食リポでよく使われる便利ワードをいろんな番組から集めてきまして、食材や料理別に並べた一覧表です。これさえあれば本当に誰でも簡単に食リポができると思います。かなりのこれはパンドラの箱です。